します。はい。SND の編です。よろしくお願いします。今日一緒に通訳参加していただく、メイティさんがいますので、わかんないかったら、メイティさんにインドネシア語を通訳お願いします。じゃあ、ダナンさん、自己紹介お願いします。はい。はじめまして。私の名前はタナンサプラです。タランと呼んでください。私は24歳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダナンさん、日本に来たことはありますか？はい、あります。今、宮崎に住んでいます。日本に行ったことはありますか？あります。どこにいますか？中野で中野ですね。す。はい。今、どんなビザ日本にいますか？何ですか？今、どんなビザ日本にいますか？宮崎で宮崎？す。はい。日本でどんなことをやっていますか？面白いです。日本にいるでしょ、今。はい、今、日本にいます。日本にどんな仕事をやっていますか？簡単です。日本の仕事は、ちょっと簡単です。いつ日本に来ましたか？この前は、10年ぐらい。20年日本にいたね。はい。どうして日本にいたの？はい。なんで日本にいました？留学生？技能実習生？自動実習生どんな仕事をしましたか？です。農業です。農業。何を作りました？レタスと白菜、クープ、はい。さといもいろいろなです。いつインドネシア帰りましたか？いつかな。に、たん、え、たん、たん、たん、11年です。いつ日本に来ました？私、戦に中、日本に来ます。帰るときは、戦に中一、帰ります。1年だけ日本にいました。はい、一年帰って、また宮崎に来ました。またどこ行きましたか？宮崎。宮崎ですね。はい。宮崎でどんな仕事をしていますか？今また伸びる。農業、野菜作っていますね。はい、野菜です。今のビザは何ですか？ピザは特定ヒルで特定技能、どのぐらい、宮崎、どのぐらい働いていますか？はい、もう少し1年です。11月を1年になります。どうして辞めたいですか？ここは、給料少しで給料いくらもらっていますか？毎月。す。毎月は、12万、12、3ぐらいで13万ぐらいですね。す。はい。次の仕事は、野菜を作るではなく、生き物を世話するもの、することはい。ですね。はい。鳥、には鳥を世話する仕事。で、はい。結構臭いです。あと、田舎にありますが、大丈夫ですか？大丈夫で駅とても遠いです。す。はい。インドネシアは私の仕事欲しいです。わかりました。はい。じゃあ、
今まで何年日本にいたの？まあまあ、2年ぐらいです。2年ぐらい日本にいましたね。はい。日本にいて病気かかったりしたことはありますか？ないです。ないですね。はい。インドネシア、一回帰ってどうしてまた戻りたかったんですか？お金欲しいです。お金欲しい。はい。今、どんなところに住んでいますか？駅近いですか？遠いです。駅と遠い場所だけちょっと近いです。これから何年日本にいたいですか？もう一回お願いします。これから何年日本に住みたいですか？いや、さっきちょっと暑いです。大丈夫。これから何年日本にいたいですか？Kakaknya pengen di Jepang berapa tahun lagi? Kunen atau yang lain deh. 4年ですね。質問わからないときに、はい。適当に答えないでください。わからないときはわかりませんって。教えてもらえば通訳してもらいますので、仕事も同じ。わからないのに適当、自分で勝手思ってるってやってしまうと危ないので、面接の時も同じ、わかんない時ははっきりわかりませんって言ってくださいね。ああ、はい、わかりました。ごめんなさい。はい。短所は何ですか？炭素。はい。炭素、わかりません。メティさん、短所を聞いてもらえますか？langsung nggak tahu kak. Gak tahu apa itu, lupa. Kayak apa namanya kelebihan kekurangan kayak gitu. Kelebihannya semangat aku sih. Oke, bahasa Jepang. Atau sih Tansoa itu mau si Goto dan beri mas. いつもなんですか？Itu mau si Goto dan beri mas. 短所はあんまりできないことだよ。kekurangan Kurangan ないです。ないですで、ね。次、はい。総長は今まで仕事をして一番上手なことは何ですか？私、ここ全部仕事できました。トラクタ運転はできます。ロジャーできます。宿泊できました。全部できます。収穫何はも、結構重いですか？重い。何キロぐらいですか？いっぱいキロです。毎日、今、ププ、スタッフ、ポポ。何時から何時まで今やっていますか？8時から、9時まで。残業ありますか？ないです。今、一人住んでいますか？誰かと一緒に住んでいますか？インドネシア人。私、ここは9人住んでいます。寝るところ別々ですか？同じですか？別です。部屋別々ね。はい。わかりました。今のところ、アバト結構新しいですが、今見るとね、ですけど、次のところは牧場なので、部屋はそんなに綺麗ではないですが、大丈夫ですか？部屋は一緒ですか？コンテナーです。でも部屋は一緒ですか？一緒ではない、一人ずつ。一人一つ。一ヶ月いくらですか？
1ヶ月1万7000円。で、コンテナじゃない、ごめん、部屋だけど、小さい部屋。そして、キッチンは一緒に使えます。キッチンとかはね。ああ、高いね。大丈夫ですか？悩んでる？1万7000は全部でさ、ガスとか、まだ入ってない。みん全な使部っては、るは自分で請求書を来たら分けて払ってもらいます。1万7000は住む場所のためだけ。全部いくらぐらいですか？ん？全部いくらぐらいかかるんですか？お金。全部は多分2万7000ぐらいじゃない？高い。まあ、高い、光熱費も入れて、多分、光熱費、ガス、水道、いろいろ入ってて、多分1万ぐらいかかる。と思う。今のところいくらですか？一万六千全部です。1万5000全部ね。今のところで働いた方がいいじゃない？OK, いいじゃないです。やめたい？ ん？足りないですよ。お金、給料足りないです。りないね。12万円は全部引かれて12万円。今もらってるの毎月12万円ですね。まだ保険とか年金もまだ払ってない。年金とか全然まだ払ってない。自分であるんです。ああ、そうなんですね。じゃあ払ったら10万とか8万しかないね。ああ、8万、7万ぐらいです。わかりました。はい、わかりました。また、連絡します。企業を送ったら。ありがとうございます。お願いします。